はい、先生こんにちは。カイロン本島のところの古谷です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて本日はザ・キネシオロジーの語ってみましたということで、今先行販売中の川村先生のですねキネシオロジーの教材のお話を今日はさせていただきたいと思います。これを見ていただいている先生方、おそらくですねキネシオロジーと聞いてピンとくる方っていうのは多分カイロプラクティックの方、カイロプラクティックをもともとやはりやってる方、先生方が多いんじゃないでしょうか。まあもちろんですね接骨院の先生とかも非常に勉強された方もいらっしゃると思うんですけど、逆にですねキネシオロジーって聞いてまあちょっと名前は聞いたことあるとか、もう全然そんな分野は知りませんっていう先生方もいらっしゃると思います。で、今日はですね、まずキネシオロジーのお話をちょっと最初にさせていただきたいなと思います。はい。キネシオロジーっていうのは、今世界中でですね実はセラピストの方々が検査として分析として使っている技法になります。で、ちょっと多分これ情報としてお話しさせてもらってると思うんですけど、イギリスのオックスフォード大学ではですねこのキネシオロジーの研究をしましてですね、手動の血圧計と同じぐらいの精度正確さであるというふうな研究結果まで出ております。これもおそらくセミナーのね募集ページとかに載せたんですけども、これも反響がありまして、やはりそれぐらいキネシオロジーっていうのはですね、正確性のある検査ということになっております。で、これ私思ったんですけど、セラピストのやはり分析、検査ですね。これっていうのは武器になると思うんですね。なおかつですね、正確性もそれぐらい正確だというふうな、研究結果も出ているので、これは使った方がいいと思うんです。で、私たち主義療法家っていうのは病院の先生はレントゲン、そして血液検査もできます。しかし私たちは、例えば関節の可動域の検査であったりとか筋力検査ですね、そういったものしか使えません。でその中で分析とか検査っていう部分っていうのを増やすということが非常に必須になってくると思うんですね。でそういう意味ではキネシオロジーっていうのは例えばこの方にサプリメント合ってるのかなとかアレルギーの検査どうなのかなとか、いろんな検査ですね、物質を持ってもらって検査するとか筋肉反応テストで全部判断がつくと。で我々の技量を非常に細かくレベルアップさせていきますとですね、もっともっと深いレベルでストレスのチェックとかもできるようになりますし、非常にですね使えるものになります。で私がですねキネシオロジーで一番いいなと思っているのがですね、もちろんさっきも言ったように通常主義療法家が検査できないような分野が検査できるっていうのが一つと、それとですね私の中ではこの検査分析の精度が上がるとテクニックの効果が僕は変わると思ってるんです。どういうことかというと、例えばですね、その方がどっちかな、ここが悪いのかな、いやここも悪いなという判断の時に、いろんな検査をしてキネシオロジーの検査をすると。そうすることによって、検査を積み増すことによって。自分が自信が持てるんですね。で自信が持てるとですね、自分の施術の効果が絶対に変わると僕は思うんです。なのでキネシオロジーをやることによって自分自身が今持ってる、テクニックの精度というか効果ですね、上げることができるというふうに思っております。ぜひですねこのキネシオロジー、今回川村先生がですね、CBA ですね、川村先生が所属している今講師ので所属している CBA でキネシオロジーっていうのは日本ですごく研究されました。ですのでそこで研究されたものをうまく凝縮して今回 DVD にまとめてくださっていますので、ぜひですね今回のキネシオロジー、勉強していただければというふうに思います。で今回はですね非常にこの勉強してもらうだけではなくて実用レベルで先生方に使っていただきたいということで、今回ですねこのチューニングカードというものがついてます。はい、でこれスタティック、静的とかって言いますけど、これは体のバランスを一旦ノーマルに戻すというような、意味合いでございます。でこっちがトキシンですね。これは毒ですよね。でここにちょっと黄色のところが見えると思うんですけど、ここにですね、そのデータが転写されております。ですのでこのデータが転写されてるので、体っていうのは何でもこう反応してしまいますので、ここの部分っていうのが結局体に作用して、影響が体に出てきます。でこれなんで今回これつけてるかというと、もちろんセミナー中に先生が使ってもらって、自分の鍛錬というか自分の筋力検査の言ったら精度を高めるためにこういうのをつけてもらってるんですね。はい、で今回もこれ特典でついております。でこれがですねやっぱあることによって、例えばこのスタティックを自分にこう触れさせることによって自分がまずノーマルになる。自分もすごくやっぱ影響を受けてますから、例えば電磁波であったりとかいろんな影響を受けてますんで、これでまずリセットするということ、使い方もできますし、練習のように、これ隠しておいて、どっちがこう筋力検査が筋肉反応テストが出るかどうかっていうのもチェックできます。はい、ということで今回このねスタティックトキシンっていうのはくどいようですけども DVD についてますので、ぜひですね、これ売ってませんから、どこにもこれはもう、CBA の川村先生が所属されている講師の協会しかこれは、出しておりませんので、非売品ですので、一般には。ですので今回特別にこれつけてもらってますので、ぜひこれも手に入れていただければなというふうに思います。で、次回なんですけど、これをちょっと使ってですね、私も、チェックの仕方ですよね。どういうふうにこうチェックして、これは私のやり方なんですけども、練習していくのか。やっぱりね、筋肉反応テストで反応を見る、最初はね非常に難しいと思うんですけども、ちょっとねそういった部分ですね、参考にしていただくような動画をですね撮りたいと思いますので、ぜひ次回の動画もご期待くださいませ。はい、ありがとうございました。